はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、もしくは昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で助産師として今活躍されている中川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、中川さんの自己紹介いただいてもよろしいですか。北海道出身の助産師中川由美子と言います。現在は NPO 法人に所属して助産師活動を行っております、うん、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ちょっとなぜ助産師になったかっていうところもちょっとお聞きしたい部分であるんですけど、はい、そもそもなんですけど、中川さんって JICA 海外協力隊に参加する前何されてたのかなっていうところもちょっとお聞きしたいなと思ってまして、うん、そもそも国際協力に興味を持ったきっかけって何かあったんですか。それはもともと小学生ぐらいの時に JOCV の CM か何かを見て刷り込みがあって、はい、そうなんですね。じゃあもう最初から JICA 海外協力隊っていうのを知ってたってことなんですね。なんか知らないんですけど、海外に出て仕事をするっていうのに憧れみたいのがあって、はいはいはい、なのでバリバリ働いて世界に出ていくみたいなイメージを持ってたんですが、はい、途中で進路変更じゃないけど具体的に何するってなった時に、医療に興味があって英語を使ってとか海外に出ていくってなった時にこういう活動。そうなんですね。あ、じゃあ実際はまず海外でバリバリ働きたいみたいなことを考えて、はい、それはね、あれもしかして中川さん田舎出身ですか。そうです僕も本当に田舎なんでそういう気持ち分かりますじゃあそれがベースでまずは海外ってところ漠然と興味持ってたと。とはいえそこから医療っていうところに進路変更すると思うんですけど、はい、そこって何かあったんですか。それは頭のいい職業の代名詞としてお医者さんっていうのがずっとちっちゃい時からあってなりたいなって思ってたけど、それは無理だと早々に気づいて、手に職をつけなきゃいけないなっていうことで看護師とかそういう医療の仕事に目が向いたんですね。で、本当に生活のことを考えなくていいんだったら私はコンサートスタッフとかやりたかったんですよ。イベントを作る仕事に。あ、そうなんですね。そうなんです。だからすごい学生の時とかにコンサートに行ったりとかしてたんですけど、でもそういうのって娯楽なので生活が保障されてその上にしか成り立たないものだなって思って、自分が仕事にするにしてもお客さんとして行くにしても優先されるものじゃないなって思ったんですよね、はい、なのでちょっとかっこいい言葉になっちゃうかもしれないですけど、はい、人の命を助けるっていうことが一番尊いなというか最低限のところで保障されるっていうのは大事だなと思って、日本のそういう看護師さんとかになるのもそうだし、あとは世界のどこかに自分が旅行してて人を助けたりとかできるのがいいなって思ったので、どこでも使える資格で医療職がいいなと。なるほど。それって考えられたのって高校生とかそんぐらいですか。その辺ぐらい。すごいですね実際看護学校にそっから行くわけじゃないですか、はい、そっからまた助産師っていうところを選ばれるっていうところもちょっと聞いてみたいなと思ってて、そもそも看護師から助産師ってまた年数いるんですよね、なんで看護師じゃなくて助産師になろうと思ったんですか。それは理由が何個かあって、まず一つには昔から青年海外協力隊とか国際協力に興味があって、倍率を調べた時に、当時の平成一桁台ぐらいだったと思うんですけど、その時の倍率の記録を見ると、看護師さんが10倍ぐらい、で助産師ってなると2倍とか3倍に下がっているので、めちゃくちゃ少ないですね。そうなんです。じゃあ有利になるから助産師を取ろうって思っていて、あとはもともと私養子縁組とかの制度っていうんですか、に興味があって、で日本国内での特別養子縁組っていう制度をもっと推進できたらいいのになっていう思いがまた別のところからあったんですけど、そういう兼ね合いもあって最終的に出産を決断する人のそばにいる職業として一番いい資格は何かなって考えて助産師っていう2つの理由がちょっとありました。あ、そうだったんですね。じゃあもうそこはちゃんと人生設計をしっかりした上で助産師を専攻されたんですねちなみに助産師になる方向性まで分かったんですけど、海外にもともと憧れあったじゃないですか。そこから助産師になるまでの間で海外とかって結構行かれました。一回も行ったことないです。あ、そうなんですね。私初めて海外に行ったのが27歳の時で、はい、初海外どこ行ったんですか。初海外はフィリピンのセブ島めっちゃいいところですねちなみに何週間とかの、その時はセブ島を4ヶ月、オーストラリアは私ワーホリに行こうかと思ってたんですけど、友達にそんなワーホリなんて言っても遊んで帰ってくるから終わりだとかって言われてあ、そっかと思って次に取っとこうと思ったんですよ、なので、オーストラリアは12週間の旅行ビザをマックスで使って。あ、そうなんですね。でもセブ島には4ヶ月いたんですね。行きました。じゃあもうそれは27歳の時に助産師として一旦仕事を辞められたんですか。はい、辞めたんですね。
実際どうでした？4ヶ月のセブ島は。4ヶ月のセブ島はすっごい楽しかったです、はい、それちなみに4ヶ月じゃないですか、はい、いくらぐらいするんですか？先に行くことを決めてたから、はい、すごいいいレートの時にお金払っちゃってて、はいはいはい、当時まだ安かったので4ヶ月でなんか料費込みのトータルで70万とか80万ぐらいで終わってた。そんぐらいで4ヶ月行けるんですね。そうなんですね。ちなみにその後12週間、うん、オーストラリア行ったんですよね、はい、オーストラリアの12週間は何されてらっしゃったんですか？その時も語学学校に通ってるのがメインだったんですけど。あ、そうなんですね。だけどその4ヶ月間セブ島に行っている間に一般英語のクラスを取っていてつまんなかったというか、うん、ずっと文法の繰り返しとか。あ、そうなんだ。ザ勉強っていうやり方をやってて、はい、じゃあコミュニケーションみたいな感じじゃあんまなかったんですね。うん、まあ、やってくれてたんですけど、うん、なんかその教科書読んでとかっていうのが苦痛になってきちゃったのがあって、はい、うんうんうん、だからといってなんかビジネス英語をすごい目指してるわけでもなかったので、はい、当時流行りのワーホリするんだったらバリスタコースっていうのがあって、そうなのがあったんですね。多分一定の世代の人だったと思うんですよ、はいはいはい、なのでそのバリスタコースっていうのに進路変更して12週間のうちの6週間ぐらいをバリスタとして働くための基礎の語学力をつけます、はい、バリスタって何ですか？バリスタはコーヒー入れる。それ専門コースがあるんですか？あったんです。え、コーヒーは実際入れるんですか？当時は楽しくやってました。なんかエスプレッソマシンのプシュッとかいうやつあるじゃないですか、ね、はいはい、こうやってミルクやったりとかして。バリスタコースは英語も学べてバリスタも学べる。そうなんですよ。めちゃくちゃ面白いですね。ワーホリに行った人たちがそこでちゃんと職を得られるように最低限機械が使えて、うんうんうん、なるほど、豆とかお酒のこと分かっててウェットレスにパッと出せますよぐらいの、うんうん、そっか、じゃあコミュニケーションも取れるしそういった基本的な知識っていうところも学べるよっていうのがあったんですね。じゃあそういうものを得て、まあ、6ヶ月くらい海外にいらっしゃったんですよね、はい、でその後協力隊受けるわけですか？一回日本に帰ってきた後、うんうん、またトータルで3年半ぐらいは日本で働いて。そうなんだ。その後協力隊に応募したって感じです。なんでその3年半かかったんですか？もともと JOCV に興味があったりとか、うん、それから国境なき医師団の説明会行ったりとかもしてたんですけど、はいはいはい、私一番最初にそういう説明会とかに参加したのが国境なき医師団だったんですよ。かっこいいじゃないですか、はい、かっこいい名前からして。かっこいい。最前線で頑張ってますみたいなのもかっこよかったし、はい、そういう臨床の仕事がいいなって私も思っていたので、うん、だけど実際に行ってみてビビっちゃったんですよね、はいはいはい、日本人なんで。あ、説明会行ってみて。そうなんですよ、うん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 、で国境なき医師団の説明会だと、はい、やっぱみんなこう質問で、はい、語学力は具体的にって言うんですけど、はい、彼らもずるくって、はい、例えばトイック何点ですとか言ってくれたらそれに向かえるんですけど、はいはい、自分のストレスコーピングができて、はい、インターナショナルのチームと関係性をちゃんと作っていける語学力があれば具体的には求めませんみたいなことそれどこだよって思いますよね。 それ多分すごい難しいんだろうなって思っていた、はい、その語学力の面とそれから専門職としてのレベルが自分は低いなっていうコンプレックスがあって。そうなんですよ、はい、コンプレックスの塊なんですけど、はい、助産学校の専門学校時代は学生としての劣等感、うん、で社会に出てみたら全然現場で使えないじゃんっていうレッドカー。そうなんですか。っていうのがあって、実際に語学留学行く前までは産科病棟っていうんですか、ローリスクって言われるようなお産を扱っているところでしか働いてなくて、ちょっと早産になりそうとか赤ちゃんの具合が悪いってなったら救急車に乗せて送り出す側だったんですよね、はいはいはい、なので日本の出産の環境のシステムでいうとそれを受け入れる側のハイリスクを受ける側っていうのがあるんですけど、そこで働いてみたいなっていう気持ちもあって、はい、帰ってきてからの2年半ぐらいの期間を地域の周産期センターっていうところ。あ、そうなんですね。で、はいはい、時間かかりました。なるほど、そういうことだったんですね、はい、でもようやく自分は大丈夫だっていうところを経て受けに行くわけですよね、はい、実際そこは国境なき医師団とは別に、あ、そっか、協力隊はスコアが書いてありますもんね。そうなんです納得しました、僕の中で。しかも協力隊のいいところは、はい、英検が使える。確かに。じゃあそれで、あ、自分はいけるわと思って行ったわけですね、はい、ちなみに行った国までちょっと聞いておきたいなと思ったんですけど、実際受けるときは看護師で行ったんですか、助産師で行ったんですか？助産師の。あ、そうなんですね、はい、実際助産師で行くってなったときにどこをずっと希望されてらっしゃったんですか？希望は国境なき医師団への憧れまだ持ってたんです。そうです。やっぱフランス語ができなきゃって思ってたので、はい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 、モロッコ。あ、北アフリカ、はい、はいはいはい。それ以外はアフリカの国をどっか書いて、うん、もう一つはあの田舎が山に囲まれてて、はい、海を求めてですね、キリバスっていう島を書きました。やばい、そうなんですね、はい、じゃあアフリカ2つ、あとキリバスみたいな感じだったんですね。そうなんです。え、実際どこ行かれたんですか？実際は中米のホンジュラス。中米、はい、ホンジュラス聞いたことありました？当時一応聞いたことはあったんですけど場所まだ知らない。ですよね。ちなみにホンジュラスって英語ですか？英語でした。ですよね、はい、英検2級あんま関係なかった。関係なかったです。じゃあ自分が全然選択しないところに行ったわけですね。そうなんです。あ、じゃあそれでホンジュラスに行くというところなんですね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこの動画では
中川さんがなんで協力隊に参加しようと思ったかみたいなところもお伺いしたんですけど、次の動画では実際じゃあホンジュラスで何してたのかっていうところをお聞きしたいなっていうところと、危険なところとかなかったのかなみたいなところもちらっと聞いてみたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。